はい、ソース主役のドライカレーです。洋食の店ということでグリコからね、スクラートの方で3分で出来上がりましたけども、その出来上がったのがよいしょこちらになりますね。では食べてみたいと思います。大盛りしました。ではいただきます。このシャキシャキした感じに、この美味しさがなかなかいいですね。で、こう非常に、風味があって、なかなかの、美味しさで、まあ肉も入れたんですが、まあ非常に鶏肉と合わさって甘い味に、味わいがいいですね。結構ボリュームがあって、なかなかな味だし、チャーハンの味と、味わいが、非常に良くて、なかなかのいい味を出してますね。で、こう、非常に シャキシャキとしてるし、ボリュームある味がいいです。で、わざと焦がした感じがね、またいいんですよ。わざとちょっと焦がした感じが、非常にあったかくてね、いうとこなかなかの、味わいで結構いい味をね出してるなと思います。この美味しさと、
このチャーハンの味っていうのは非常に辛くて納得のいく味わいで、結構いい味をね、まあ、出してるなという感じですね。というわけでどうもありがとうございました。